2010年のインディアナポリスグランプリは、ロードレース世界選手権の2010年シーズン第11戦として、8月27日から29日まで、アメリカ合衆国インディアナ州のインディアナポリスモータースピードウェイで開催された。125cc クラス予選では、ポイントリーダーのマルク・マルケスがシーズン7度目となる、ポールポジションを獲得、ポイントランキング3位のニコラス・テロルが2番グリッドに、 続いた。ランキング2位のポールエスパルガロはこのシーズン初めてフロントローを取り逃がし5番グリッドからのスタートとなった。日曜日の決勝ではマルケスとテロルの2台が他を大きく離してレースをリードしていたが9周目にマルケスが点灯した後はテロルの独走状態となり2連勝シーズン3勝目を遂げた。2位にはサンドロ・コルテセ3位に エスパルガロが入った。マルケスは点倒により1時14分番手にまで順位を落としたが、そこから土涛の追い上げを見せて5番手でフィニッシュを果たした。しかし残り2周の時、コースをショートカットしていたことから20秒加算のペナルティを受け、最終的なリザルトは10位に終わった。この結果ポイントランキングではマルケスがなんとかトップを維持。 テロルがわずか4ポイント差の2位に迫ってきた。元2クラス予選では、チームアスパーのフリアン・シモンが自身クラス初のボールポジションを獲得した。2番手に、エクトル・ファウベル、3番手には、スコット・レディングと、マーク・ VDS ・レーシングの2人が続いた。決勝では、スタート直後に2カ所で、多重クラッシュが発生し、赤旗が、刑事、26周の予定を17周に減算して、 レースをやり直すこととなった。この時のクラッシュで、富澤康成は、マシンのフロントフォークが破損し、再スタートを断念した。再レースでは、トニーエリアス、シモン、レディングの3台が、トップ集団を形成。最後はエリアスが、シモンの追撃を抑え切って3連勝、シーズン5勝目を挙げた。2位のシモンは、クラス事故最高位体。 3位のレディングは自身クラス初の表彰台獲得となった。ポイントランキングではトップのエリアスがランキング2位のアンドレア・ヤンノーネに67ポイントの大差を築き元に初代チャンピオン獲得に大きく近づいた。モートジッピークラスでは金曜日にテックサンやマハのベン・スピーズが2011年シーズンよりバレンティーノ・ロッシの後釜として ヤマハファクトリーチームに移籍することが発表された。そして土曜日の予選ではそのスピーズが自身初のポールポジションを獲得した。サテライトチーム勢のポール獲得は2008年の中国 GP でのコーリン・エドワーズ以来の出来事となった。日曜の決勝レース、序盤はスピーズがトップを維持していたが、7周目にレプソル・ホンダのダニ・ペドロサがトップに立つとそのまま、 独走体制を築くことに成功し、シーズン3勝目を遂げた。スピーズはこれまでで自己ベストリザルトとなる2位、3位にはホルヘロレンソが続いた。第5戦イギリス GP での転倒により、椎骨を骨折し、欠場を続けていたインターウェッテンホンダの青山広和は、今回より実戦に復帰し、12位で完走を果たした。ポイントランキングでは、 ランキング2位のペドロサが、今回の勝利によって、若干差を詰めたものの、以前トップのロレンソとの間には68ポイントの、大差が残った。勝者ダニペドロサ赤旗の原因となった多重クラッシュ。ありがとうございます。